再稼働に向け最終段階を迎えています四国電力は今日から愛媛県にある伊方原発3号機への核燃料の装填を始めます装填されるのはプルトニウムとウランを混ぜて作ったモックス燃料16体を含む157体の燃料集合体で作業は4日間ほどかけて行われます関係者によりますと四国電力は来月26日に イカタ原発3号機を再稼働させる見通しで再稼働すればモックス燃料を使ったプルサーマル発電を行う国内唯一の原発となります。